さあやってまいりました。次はですね、もう高田真希を知ってる方、はい、もうご存知だと思います。もう亀堂さん、おお、今はもうね、亀堂さんといったらこれでしょ。これですね、ブラックサンダー真希。はい、あの知ってる方もご存知だと思うんですけど、知らない方はですね、あのブラックサンダーあるじゃないですか、はいはいはい、コンビニとかスーパーとか売ってるあのチョコレートのお菓子、あそこの工場が豊橋にもありまして、そこで豊橋のもう老舗の和菓子屋さんのおかめ堂さんとそのブラックサンダーがコラボしたのがブラックサンダーあんまきにあります。あ、これはね、もうね、豊橋来たら大量に買いますもう大量に買うし、あの遠征行くじゃん、はい、で例えば新幹線で行く時なんかはもう豊橋から乗る場合は駅にもあるんで、もう駅で必ず買えます。なるほどね。うちのチームほとんど買ってるんじゃないもうそれぐらいね、めちゃくちゃ美味しいのよ。でも美味しいのは分かってる、はい、でここはね、工場がついてる直売所らしい。お、なるほど、はい、はい、ちょっとせっかくなので、うん、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、はい、他のね、種類もすごく美味しいのよ。わー、美味しそうですね。そう、あのね、はい、この、まあ、あんとかね、いろいろあるでしょ、カスタードとか、うん、美味しいんだけど、生地がめちゃくちゃ美味しいな。あ、生地が。そう、まあそちらもちょっと伝えていきたいなと思います。はい、はい、早速行きましょう。はい、行きましょう。ここの店舗は初めてだな。お。こんにちは。こんにちは。ああ、いい匂い。おお。いい匂いですね。いっぱいありますね。あ、こんにちは。こんにちは。あ、岡田選手の本。あ、県民賞。はい。おお、県民賞でも紹介しました。もう今ね、豊橋と言ったらこれですよ。豊橋と言ったらこれ。豊橋と言ったらこれですよ、もう。なんならね、一番初めに目をつけたんじゃないかっていうぐらい結構早かったと思う。自分で言うのもなんだけど。本当ですか。うん、それぐらいね。昔からあるわけじゃないんだけど、本当にね、美味しいのよ。へえ。食べてほしい。でね、種類も見て、めちゃくちゃあるのよ。あ、すごい。そう、そう、あんまき系もたくさんあって、はい。あとはね、和菓子が、あ、美味しそう。なるほど。なんかブラックサンダーあんまき以外に好きなものってあります？あのね、本当に、ね、生地が美味しいのよ、ここ。はい。だからね、どら焼きもね、めちゃくちゃもちもちしてて、うん、本当にもちもちしてるの。へー。だからね、すごく美味しい。あのもちもちって言われてた、あのいろんなところで食べてきたりしたけど、うん、ここが一番もちもちしてる。あ、本当ですか。うん、本当に美味しい。岡目堂さんのやつが一番。風神雷神。風神雷神。白あんと粒あん。あ、なるほどね。そう、これね、本当に美味しいの。へー。見て、皮だけ売ってる。皮だけ、だから需要があるのよ、皮で。なるほどね。そう、そういうことですよね。そう、売られてるってこと。これはここのお店でしかないんですか。これ一応アウトレットなんですか。あ、アウトレットなんですね。へー、これ絶対欲しいよ。後で買って帰りましょう。あ、いいですね。なんとね、はい、これから試食をさせていただけるらしいんだけど、はい、なんとね、社長のお部屋に行くらしいです。、はい、社長のお家に行くらしいんで、はい、ちょっと行きましょう、そっち。はい、行きましょう。はい、見ても社長の家って感じよ。あ、社長。あ、社長って。違う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 。違う違う違う、社長さん、社長さん。こちらに本物が。はい。すいません。うわあ、すごいいいところ。すごいね。すいません。お邪魔します。すごいね。え？何これは何ですか。カメ。すごい。高田真希よりでかいよ。カメ堂のカメだから。あ、そういうことですね。そういうことです。まず初めにあのいろいろあの、はい、ご紹介いただきありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。ね、さんまさんの時はちょっと残念な、はい。あ、そうですね。はい。あと県民賞とか。はい。もううちの、はい、あのセールスマンの代わりみたいな話でいろいろあの、はい、ご紹介いただき、いやいやいや、あの感謝申し上げます。結構反響とかありました。ありましたね。あ、本当ですか。はい、あの時にはあのうちの場合には、はい、ブラックサンダーっていうのは、まあ、基本的には通販してないんですけども、そうですね、はい、あのゆうやさんともちょっと話をしましてですね、はい、1ヶ月間、はい、あの
秘密の天人賞での、紹介記念ということで、通販させていただきまして、はい、全国的に反響がありました。はい、でもありがとうございます。普段あれなんですよね、豊橋でしか買えないですよね。そうですね。普段は、豊橋、東三河のエリアで販売させていただいてるだけなんですけどね、あの時には、全国で通販させていただきました。なかなかやっぱ通販っていうのは難しいんですか？通販はね、うちとしてはそんなに難しくないんですけども、ユーラさんとの契約とかいろいろありますので、なかなか容易にはできないですね。なるほど、そうなんですね。普段、この富山市の周辺の地域でしか買うことができなくて、で結構私のファンの方も知ってくださってる方が多いんで、全国的に。なので富山市の試合があった時とか買ってくれて、美味しいって言ってくれるけど、やっぱり地方にいるからなかなか買えなくて、で通販もなかなかやってないと。実はね、私見つけちゃって、はい、ふるさと納税あるんですよ、これ。あるんですか？はい、なので、ぜひよかったらふるさと納税で頼んでください。はい、実はね、通販であるんで、もう私も見つけちゃったんで見つけちゃったんで召し上がってみてください。じゃあもう早速、はい、いただきます。もうこれはね、美味しいです。そうですね、もう味が分かってますからね、はい、じゃあもう手でいただきます。手でそのものが食べやすいと思います。ブラックサンドです。なんか開けちゃいますね、こんな感じです。ブラックサンダーが入ってるんですよ、はい、刻まれてて、あんまきって言うんですけど、中はこれはブラックサンダーです。ちゃんと稲妻が。おー、ほんとだ。じゃあいただきます。もうグッドサインですね今まで何百個と食べてきたけど、やっぱり美味しい。ここあれですよね、工場の直売ですね。はい、だから生地が全然違う。あ、本当ですか。つきたてで、はい、はい、お店で売られてるやつもめちゃくちゃもちもちしてるんだけど、倍以上もちもちしてる。全然違う。あ、本当ですか。あとはこのブラックサンダーのこの中のあんがすごくね、美味しい。生地とすごく合う。うん、この皮にブラックサンダー入れただけでしょっていうのじゃない。あ、そうなんですね。これで一つのブラックサンダーあんばき、美味しい。これ本当にね、全国の皆さんに食べていただきたい。ふるさと納税であるんで。ふるさと納税ですね。今回ね、はい、いろいろご紹介いただいたお礼でね、はい、こんな焼き印を作りまして、ちょっと、はい、ハンコを押してみてください。で、ここに、ベチッと。かわいい。ということで、はい、高田清秀バージョンの、焼き印を作りまして、非売品なんですけどもこれはレアですね。これはレアです、はい、超初めて。あ、これやばいよ。これはすごいですよ。めちゃくちゃ嬉しい。綺麗な味に出てますね。はい。わー、すごい。似てる。社長と。あ、そうです。はい、1個もらっていいですか、それ。あ、高田巻の顔の写真を自分で食べると。はいはい、これ、いいですか自分で自分を食べる感じですね。これ中は、同じです。はい。うわ、これ嬉しいよ。似てる？似てます、似てます。うわー、嬉しい。食べたくない。ね、本当ですよね。食べたくないけど食べよう。すみません。8倍うまい。あれね、手番号にかけて、はい、8倍うまい。8倍増しましたか。うちの方で焼き印を持ってるんですけども、はい、これを普段、店で売る許可は優雅さんにもらってないもんで、はい、高田さんが注文いただいて、はい、もしも何かでご利用いただけるときがあれば、はい、これで押して用意させていただきます。はい、ありがとうございます。嬉しい。これもイベントでね。そうですね。いや、本当にいろいろね、ご紹介いただいて、何かお礼しやかな、はい、ああ、いえいえ、そんなことないです。あの焼き印は、うん、他のポカメ堂さんのあん巻きあるじゃないですか、こしあん、つぶあんとか、はい、あれには押すことは可能なんです。可能です。それは販売は可能なんですか？それは販売は可能ですね。
ブラックサンダーに押す場合にはちょっと押して売るのは無理ですけども、はい、これを例えば粒あんに押して売るのはもう全然問題ないですね、はい。これは予約した方がいいんですかね。これ前の日に言えば用意できます。なるほど、はい。でこの焼きはうちで保管しておきますし、もしも何か他のものに押したければ、はい、言っていただければ。ブラックサンダーあん巻き以外の他のこの店舗ですかね。これはお渡しするのはどこでも結構ですよ。あ、本当ですか。はい、岩田店でもカルミアでもお渡しはできますので。じゃあこのブラックサンダーあん巻き以外の岡目堂さんの商品に高田巻きのあの焼きを教えてほしい方は前日までに、ご予約いただいたら押してくれるそうなので。そうですね、はい、はい。なのでぜひこれはね嬉しいです、私も。なのでぜひ皆さん押していただいて8倍うまくなるもうすでに美味しいのが8倍さらに美味しくなるんで、ぜひね前日までに注文していただけると嬉しいなと思います。でハッシュタグをなんかこう高田巻き焼きみたいな感じで、ね、つけていただけると私もね、ツイッターとかインスタとか追えるので、ぜひハッシュタグとかつけて、はい、私に見せてください。こんな頼んだよっていうの皆さんよろしくお願いします。はい、ちょっとうん、そこから上がって、あんまきブラックサンダーあんまきを開発した、はい、そうなんですか。社長の弟になります。名前は石川さんなんですけど、うちは元は横になったんですけど、両親でなので。そうなんですね。で、うちの娘です。あ、そうなんですね。はい。和菓子の方の城縄担当で、新しい斬新的なデザインを。はい、デザインをいろいろ、お菓子からパッケージ、広告からいろいろ、はい、させてもらってます。すごい。和菓子女性って検索すると、彼女が出てくる。いろいろテレビとかにもすごい出てるので。私は爆弾のイチゴのやつを、はい、開発されて、いつも父の専務と、はい、新商品は全部、はい、やらせていただいてます。で、毎日喧嘩するんです。あ、そうなんだ。もう言い合いで今日も喧嘩しました。毎日。石川です。すいません。石川美沙と申します。和菓子パティシエ。和菓子の勉強を、はい、その学校に行って勉強してきたわけでは私はないので、もともとデザイン系でずっと進んできたので、はい、はい。で、和菓子の勉強はもう父からこう、はい、今年々、はい、ね、仕込まれております。あ、なるほど。来月はこのもちもちの皮でピスタチオあん巻きを、はい、特別にその1ヶ月ぐらいの季節限定で出す予定なので、そうなんです。ちょっと和洋折衷にして、はい、ホイップクリームもこうピッてこう、はい、美味しいですね、はい、デコレーションした、はい、デザートあん巻きを考えてます。それはその店舗で買えるってことですか。そうです、そうです。5月の9日からですね、はい、ちょっと濃厚なピスタチオあんを、あんこをピスタチオペーストでこう炊くんですけど、これから聞いててもすごく美味しいんだけどね、美味しそうなんだけどね、皮が美味しいね、本当に皮が美味しいですよ、皮が美味しいね。だからね、もう中もね、うん、すごくね美味しいと思う。30年ぐらい、25年ぐらいかな、皮焼き始めた。25年か30年ぐらい、ね、あ、そうなんね、私が小学校ぐらいの時に、はい、ひたすら皮を焼いて持って帰ってきまして、はい、家に、で、どの皮がいいって毎日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 皮を食べて、でその後こう売り出すから、はい、皮の中身のあんこを、はい、今度はいろんな種類のあんこを持って帰ってきて、はい、どれをあんこにするかって毎日毎日食べた覚えがあります。だって昔そんなにこんなもちもち系のやつなんてなかったですよね。なかったですよね。一番先駆けぐらい、なほんともちもちなんて今すごく多いですけどね。そうですよね。岩瀬さんがブラックパンダの、はい、もらってて、はい、どうやってこうやってやるんだって、はい、そう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 、なるほど。もう本当にどうやって和菓子の要素と洋菓子の、ね、はい、チョコレートの要素を、はい、コラボレーションをするかっていうのを、はい、散々やって予約生まれたものなんで、ね、ただ単に2つが掛け合わせただけじゃないですもんね。これなんです、大変でした。皮を作るのに100回ぐらいなんですかね、試作を。延々と、うん、延々とやり続けて、本当に未だにだから思いがあるもんで、朝、はい、5時にはその皮を、今日も私は焼くもんで、朝。あ、そうなんですか。皮はどんなこだわりがあるんですか。皮はやっぱりはっきり言いましたね、愛知県の小麦粉と、はい、一番は青森県のある
もち小麦粉っていう、はい、そのもち小麦粉が非常にやっぱり食感をうまく出すんですね。もち小麦っていうのは、はい、数量がないもんで、はい、あ、そうなんですね。もう直接青森県さんからお願いをして送ってもらってるっていうからですね、はい、私初めてこうやって出来立てを食べたんですけど、もちもち具合が全然違いますね。そうですね、はい、そうなんです。いつも駅で買うんですけど、やっぱり2日3日経ってくるとね、はい、急激にこう下がってきてね、はい、そこでも全然もちもちはもちもちなんですけど、やばいですねこれ。そうなんです、全然違うんです。それこそもうその日に焼いたものはもう全然違うので、はい、ただこう、そう、今後の課題はその持続ですね、はい、持続、もちもちの持続をどれだけできるかっていうのは、はい、もうずっと長年の課題で来てるんですので、はい、まあ昔よりは持続するようにはなったんですけど、はい、それでもやっぱ焼きたてには勝てないですね。これは各お店では味わえるんですか？そうですね、もちろん販売してます、はい、朝作ったものが朝店に並びますので、はいはい、じゃあなるべく朝早く来ていただいたら、はい、で大丈夫です。あの、はい、朝売り切れても午後の2便で、はい、まだ焼きます、はい、焼いてますので大丈夫。お父さんが焼いてるんで、はい、安心ですね。これもぜひね食べていて、売り物っていうかその駅とかで、はい、あの自分も買うんだけど、ぜひねこの本当に店舗で味わっていただきたいですよね。あとはね、夜勤をぜひ注文してください。あー、これはぜひ、もうやりたい。やりたいね。はい、あのね、さっきね、ちょっと紹介できなかったんですけど、はい、これ。ん？コロコロ爆弾大福餅。うわー。イチゴがもうドローンと出てくる。おかめ堂さんの SNS でね、はい、見たんだけどね。うん、すごいよねこれ。美味しそうですね。何を作られたのか。あ、そうです。あ、すいません、専務がいなくて。そうなんです。いちごフェアをまずやるっていう話だったので、はい、いちごを使った商品を何品か出せっていう話が振られてきまして、でそれでいろんなものを開発する中で、いちごをもともと使うと、利水って水がビショーンって出ちゃうのが問題で、それが甘さの違いで出ちゃうんですね。でその生のいちごを本当は使いたいけど利水するのが問題だってなった時に、その利水を逆にうまく活用してもう爆発っていうのでやったらどうかっていうのでこれが生まれたものです。なので食べる時間帯によって食感が全然変わってくるものでして、ちょっとシャリシャリ食感のシャーベット状で、でそこから3時間とか2時間とかこう経っていくと、だんだんと大福がいちごの水分でこうとろけてくるというか、でそれでスプーンで食べれる柔らかさになってっていうのが売りの食べ方がいろいろ3種類ぐらいある大福になってます。でこれもまた今年も販売予定、もう一回追加でどんどん夏に向けて、はい、今生産しているところです。なるほど。映えますしねこれ、うん、はい、まあ、私も食べたら載せるので皆さんもぜひ食べてみてください。はい、そしてね、うん、さっきの焼き印ってどら焼きとかもいけるんですか？タイミングによるですね。ちょっと早めに予約できればできますけども、はい、1週間前とか1週間前とか、ね、はい、じゃあどら焼きは1週間前に行ってったら全然問題ない、はい、1週間前だったら夜勤をしてもらえると。これねめちゃくちゃ美味しいの、本当に皮がもちもちなの、はいはいはい、であんまきだと前日までに、はい、前日で、はい、予約していただいたら夜勤をしてくれるみたいなので、はい、ぜひ夜勤を押してください。はい、はい、いいね。じゃあ皮を買いましょう。皮を買いましょう。じゃあこれってもう全部買っちゃってもいいんですか？全然大丈夫です。あ、じゃあ全部ください。ありがとうございます。はい。でもやっぱこういう店舗に来ていただきたいね。そうですね。本当もちもちの皮が食べれますからね。うん、ありがとうございます。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 いいね、この雰囲気。いやー、住みたいな、こんなとこに。まあ、テントウォールじゃないけど、ちょっとちっちゃい中で、音程が大丈夫でね、寄ってきますよね。コイがいてね、うん、コイの餌なんだって。はい、これをね、投げるんだって、こうやって。あれ、逃げていきました。逃げていきますよ。もう少し。じゃあ、大体に。よいしょ。うわー。おー。
い。粉の遊びって感じ。本当ですね。あ、すごい。ちっちゃいのもいる？ちっちゃいのも結構。